棒はきまんえん、おなごは嫌いじゃ。愚かな殿方は嫌いでございます。最低最悪の出会いを果たした格好ばかりの信長とその命を狙う濃姫。お前様のようなうつけ、いつでも寝首をかいたるわ。お主の役目はわしの妻じゃ。おなごは気楽じゃな。情けないの。どこに急所があろうか、敵は必ず勝つと思いよる。それが急所か。海を手に入れ、その向こうらへ行ってみたい。愚かな夢物語じゃ。共に行くか。ご自身の夢よりか大切なものができたからでございましょう。もう少し心あるお言葉を。我人にあらず。魔王と呼ばれた信長と蝶のように自由を求めた濃姫。夢を追いかけた二人が最後に見つけたものとは。わしの首は死んでもやらんぞ。